Shabba shabba la, shabba shabba la, shabba shabba la.中止になったの明日の仕事。お客様の都合でね、来月に延期されたの。じゃあ明日と明後日私たち急にお休みになったってわけ？そういうわけ。じゃあさ、デートをしようがごちそうを食べようが私たちの自由じゃないの。そう。なるほど、うん、だけど遥かデートするって恋人いる？いない。ごちそう食べに行くってそんなお金ある？ちょうど給料日前だったね。だったらダメじゃないのよ。ああつまんないな、せっかくのお休みなのに。がっかり。どんぶり。はるかさん、大ちゃん、大変、大ニュースよ。知ってる、お休みのことでしょ。そうなんじゃないわ。あのね、陽子さんがね、明日と明後日お見合いするために房総に帰るんだって。お見合い？そうなのよ。相手の人はね、隣町の材木問屋の息子さんで、年中山に閉じこもって気を切ってるんだって、うん、ハンサムで年齢は25。うん、困っちゃったな。何も困ることないじゃない。ハンサムで25なんて全然困ることないわよね。それが困るんだな。あのね、陽子さんにはね、我々とは違ってれっきとした恋人がいるのよ。お見合いするなんて高橋さんに悪口じゃあやめちゃえばいいじゃない。それがやめられないから困ってるのよ。お見合いを勧めてくれたのはね、町の有力者でお父さんがいつも世話になってるんだって。あ、そうか。お見合いってどこであるの？鴨川っていう町にあるシーワールドって。シーワールド？イルカとかトドとかシャチだとか海の獣がいっぱいいるとこなんだって。シーワールドって確か去年って。えそれでね、若い者だけの方がいいっていうんでね、うん、お見合いには両親もオナコードさんも来ないことになってるの、うん、同じ時間に同じショーを見ることになってるよ。目印は胸に刺した赤いバラと白いバラ。あら、ロマンチックじゃない。その後2人でね、他のショーを見たりお食事をしたりすることになってる。食事までするの？うん。そのお見合いさ、私が身代わりになってあげてもいいわよ。はるかが？そうよ。だってさ、仲人さんが行かなければ誰が行ったって分からしないじゃない。それであなたの代わりに私が行けば恋人にも義理が立つし、お父様にも顔が立つじゃない。そうか、そういうことね。ハンサムな人とショーを見てお食事をして、もしその人が私のことを好きになったりしたら、あ、どうしようかしら。ねね、その役私がやる。ダメよ、私が言い出したことなんだから。私だって明日と明後日休みなのよ。まあ一緒に行くとしたら、あなたは私の引き取り人というとこね。なんだスオちゃんか。脅かさないでよ、もう。ねえ、みんな大ニュース大ニュース。また大ニュース？私たちの後輩の92期生が明日実習で千葉のシーワールドってところ行くんですって。シーワールド？だったら私たちと同じじゃない。そうだ、そのバスに乗せてもらいましょうか。まあ、あなた方も？そうなんです、私たちも後輩のためにぜひぜひ協力したいと思いまして。お客様がいた方が実習生たちも感じが出ていいでしょ。ちょうど私たちね、明日と明後日お休みなんです。へえ、あんた方がそんな後輩思いだとは思ってもみなかった。じゃあ主任さん、 OK ですね。そうね、あんた方にはどんなお客様をやってもらうかしら。どんなお客様って？だってお客様にもいろんなタイプがあるでしょ。あ、あなたには酔っ払い。酔っ払い？あなたは田舎のおばあちゃん。おばあちゃん？あなたは、あ、わかりました、大金持ちの社長令嬢。とんでもない、あなたは鼻垂れ坊主っていうところがお似合いね。シャバシャバラ、シャバシャバラ、シャバシャバラ。皆様、毎度ご乗車ありがとうございます。このバスは東京を10時に立ちまして、ただいま一路千葉県は鴨川へと向かっております。どう？うまいでしょ、あんたたち先輩よりも。そんな小さな声じゃ聞こえないね。おい、酒だ酒だ、酒買ってこい。よし、行くぞ。あちゃ、わー、出て青山さん。だって僕男の子でます。そうですよ、この子は私の孫ですよ。おい運転手、僕、ゴー。おい、うんちゃん、おしっこだってよ。うるさい。おや、お客さんに向かってうるさいだなんて。お前、お客に対して生意気だぞ。ちょっと、そこの坊や。僕かい？他のお客様にご迷惑だから、あんまり騒ぐとこのバスから降ろしちゃうわよ。よし。さあ、降りなさい、坊や。だったら静かにするのね。はい、すまたん。その調子、あなたなかなか優秀よ。どうもありがとうございます。それに引き換えてダメね、あなた先輩のくせに。
シャバシャバラシャバシャバラシャバシャバラ。ああ、やれやれ、ただで旅行するのも楽じゃないわね。ほんと。ところであなたの家どこ？もうすぐよ。わあ、潮の香りがする。ねえ、海の水が塩辛いってほんと？あ、私ね、山国育ちでしょ。一度海の水を舐めてみたいと思ってたんだ。変なの。陽子さん。よう。たかしさん。あれが噂のたかしさんか。陽子さん。たかしさん。久しぶりだな。へえ。この前会った時よりだいぶ綺麗になったみたいだな。たかしさんこそこの前会った時よりぐっとたくましくって男らしくなったみたい。こんにちは。こんにちは。紹介するわ。こちら私のお友達で青山遥さん、川村多江さん、こっちあの三崎隆さん、金塊漁業の船に乗ってるの。私身代わりの青山遥です。身代わり？そうよ、明日のお見合い私の代わりに遥さんに行ってもらうことにしたの。だってもし本人の私が行って相手の方に気に入られたりしたら大変なことになっちゃうでしょ。いや、あの身代わりの私にも気に入られる可能性は大いにあると思うんですけどね。あ、付き添いの私にだって、ね、そうかな。君たちもなかなかチャーミングだけど、陽子さんほどじゃないからな。たかしさんたら相変わらず正直なんだから。荷物もどうか。サンキュー。あ、たかしさんの荷物は？いいんだよそんなもん、行こう。何が正直よ。身代わりなんてやってやるのなんだかバカバカしくなっちゃってな。じゃあ私が身代わりの身代わりやってあげようか。いいのいいのいいの、私が先役だから。いやだけどやるわ。シャバシャバラシャバシャバラシャバシャバラ。さあ降りて。皆さん今夜ここへ泊まりますからね。うわー、素敵なホテルだわ。嬉しい。本田さん。は？たくまるさん、早いとこあのひよこどもを寝かして二人でホテルのクラブでダンスで戻ります。あの、せっかくですけど僕ダンス苦手なんです。あ、そう。え、僕が君の身代わりに？そうなんだよ、そう思って君に東京から来てもらったんだよ。僕には密かに結婚を誓った恋人がいるんだ。僕にだってまどかちゃんがいるよ、うん、だけど君のまどかちゃんは遠い遠い外国だろ。僕の恋人はこのすぐ近くにいるんだから。どこに？お待ちどうさま。あっちゃん、こいつなんだよ、話していた皆川っていうの。じゃあこの人ね。ああ、うん、どうぞよろしくお願いいたします。ごゆっくり。どうだ、なかなかいい子だろう。いや、僕のまどかちゃんほどじゃないよ。おい、頼むよ。学生時代には年中お前の身代わりで大変してやったじゃないか。いや、しかしな、俺にだってまどかちゃんって心に秘めた人がいるんだから。だってこんな近くにいるわけじゃないし分かりゃしないよ。しかしな。そうか、どうしても嫌か。じゃああのことバラすぞ。え、あのこと？そう、学生時代年中俺んとこ遊びに来ちゃ、炭焼き小屋んとこの美子ちゃんとデートしてたろ。あることないことまどかちゃんに手紙を出して。よせよせよ、そんな昔のこと。やるやるやるよ。助けてくれよ、頼むよ。困ったな、困った、本当に困ったな。あれ、皆川さん。ほら、僕ですよ、軽自動車の。よお、君いつかの。珍しいとこで会いましたね、うん、知り合いか。うん、なんですかまた。うん、別にその、君明日暇？暇って何ですか？うん、お見合いする気ないかと思ってね。見合い？なんだ、この人もお見合いなのかい？いや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 、なんでもないんだ。ちょっと海行ってくるかな。海は広いな、大きいな。大丈夫かな明日。あ、どうも。なんだ、さっぱりわかんないな。いいわね、青山遥ではなくて明日はあなたは畑野陽子なのよ。あ、どうもややこしいな、名前が3つになっちゃう。3つ？2つでしょ。そうそうそう、2つ2つ。早くバレるところだった。あー、強っかい。
やっぱり海の水はしょっからいわね。そりゃそうや、当たり前だわ。だったらどうして海の水はしょっからいか知ってる？じゃあしょっからいから海の水で、海の水はしょっからいからしょっからいだよ。そうか。あ、またなくなっちゃった。はぁ、まったくおかしな人ね。本当おかしな人ね。というわけで、明日は私の生まれて初めてのお見合いがあるんですよ。え、本当はね、2回上なの。1回目は誰だって決まってるじゃないですか。あの、煮上げたまどかちゃんですよ。まどかちゃん、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 僕は君を愛してるんだ。たとえ誰と見合いをしようと、僕は君を愛してるんだ。確かに聞こえたようだけど、やっぱり気のせいかしら。つら耳ね。あれがマリンシアターだ。ショーが始まるのは10時からだからな。ああ、まどかちゃん、俺にはまどかちゃんって人がいるわね。おう、いいな。お前の名前は庄司君夫、皆川じゃないんだぞ。分かったよ、庄司君夫。うん、いいわね、一番前の席に座るのよ。うん、分かってる分かってる。じゃあな、私は高橋さんと待ち合わせがあるからよろしくね。うん、じゃあねえ、はるか、変わってほしいんならね、今のうちよ。いいわよいいわよ、たくましい山男と美しいバッカイトの恋なんて。たとえ身代わりのお見合いでもね、そういうラブロマンスが生まれる可能性は大いにあるんだからね。そうですかね。え、もうまどかちゃんのことなんか忘れて、もしお前が相手の女性を気に入ったら結婚したっていいんだからな。冗談じゃないよ、他はまどかちゃんだけだよ。お、もう時間だ、急いで。あ、おお、おい、皆川、しっかりしろ。ちょっと失礼。え、あら、気がついたわ。まどかちゃん、あ、僕のまどかちゃん。あ、無礼者。ああ、一人身の女が肌に触れるとは、なんたるハレンチ、なんたるポルノ、許しませんよ。あんた方もこういう痴漢には気をつけて。はい、さあ。おい、皆川、しっかりしろ。おい、しっかりしてくれよ。おい、皆川。君にくぐり抜けてもらいましょう。上手にくぐれるでしょうか。ちょっと心配ですね。さあ、頑張ってくぐってみましょう。なかなかお上手ですね。お姉さんの合図に合わせ輪をくぐるピーピー君です。はい、結構でした。お姉さん、ご褒美をあげてください。大丈夫か？大丈夫大丈夫、ちょっと頭打ったら。お遊びも終わりました。では、この辺りで大河のお姉さんたちも水球ステーションの中で一休み。白いバラもついてる。おい、赤いバラつけてる。つけてる。大丈夫大丈夫。あの、畑野陽子さんですね。ええ、庄司君夫さんですね。あ、そうです。あの、僕、あの、山で働いて。私、海辺で育ちましたの。海と山と合言葉。
関係なかったですね。素晴らしいショーですね。そのようですわね。でも僕の心はこのショーを見ながらも外国へ飛んでるんです。本当にまるでフロリダの海の底みたいだわ。フロリダね。ピーピー君もお茶を飲みたそうにステーションの周りからお茶をおねだりしています。でもピーピー君は一緒にお茶を飲むことはできませんね。さあステーションの下へ行ってデザートを。まどかちゃん、まどかちゃん、まどかちゃん、どこにいるの。まどかちゃん、おい、皆川、いやいや、あれだあれだあれだよ、まどかちゃん、まどかちゃん。誰のことかしら。そんなこと私が知ってるわけないでしょ。まどかちゃん、どこ行っちまったの。まどかちゃん、おい、皆川、気は確かか。あれはまどかちゃんじゃない、畑野陽子さんだ。いやいやいや、あのな、あの手の感触はまさしくまどかちゃんだ。うん、おい、この群れをなして泳いでいるお魚が皆さんよくアジのたたきなんか召し上がりますね。あのマアジなんですよ。そうら、いた、まどかちゃん、まどかちゃん。まあ失礼な。あ、失礼しました。やっぱりお前はおかしいんだよ。そうかな。さっき頭を打った時から誰もかもがまどかちゃんに見えてくるんだよ。そうかな。やっぱり俺おかしいらしいな。あ、イルカのショーだ。は、畑野陽子さんですね。まどかちゃん、しょうがねえな。あんな変なチョコ男にちょっと触れただけで丸山さん興奮すると。主任さん、説明お願いします。どうかしちゃったんですか。主任さん、ちょっとお待ちなさい。向こうに見えますのが仁右衛門島、あの辺りが小湊でございます。じゃないんですか。その通りです。あ、青山さん、先輩、ちょっとお待ちなさい、ま、私に失敗したからってあんな変なチョコ娘を追いかけるなんて、お待ちなさい。やだ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 、あ、助けて。ちょっと待ってください。おい、君困るよ。君、ああ、君どうぞ。待て、君、待ってくれ、待て。やばい、車出していこう。あまりしかないな。ああ、糸が切れるよ。おい、すいません、すいません。どうしてたんだ。あ、タエちゃん、どこ行ってたのよ。ちょっと砂の上ドライブしてたの。ドライブ、うん、誰がそんなこと信じるの。今日ちゃんたち、主任さん、何やってるんです。実習バスで東京帰るなら
松尾さん家ですよ。はーい。ねえ、陽子さん探さなくちゃ。偽物はここにいるけど、本物はどこ行っちゃったのかな。はあ、でもさ、どうしてもそのバスで帰るのかい。だって明日はお仕事なのよ。朝が早いんだ。残念だな。せっかく会えたと思ったらさ、またお別れなんて。ごめんなさい。なんか冷たいものでも飲もうか。そうね。ねえ、君。あら、美咲さん。やあ、君か。お知り合い？ああ、年中ここへ来てるもんだからさ。何になさいますか？何にしようかな。あっちゃん。君よさん。皆川のやつ見なかったかい？いいえ。庄司。よう。え？庄司さん？ここにいたのか。俺やだやだ、もう俺も帰っていいだろ。いや、ありがとう。助かったよ。お世話になりました。いやいや。あなた庄司さんっておっしゃるんですか？あ？そうよ。庄司君雄さんよ。こちら畑野陽子さん。え？畑野陽子さん？あ、畑野さん。いや、いたいたいた。うん、いないのよ。じゃあ私上行ってくる。行ってきて。あ、そうか。するとどちらにも恋人がいて、どちらも身代わり同士だったってわけだよ。そうらしいですね。ねえ、私の身代わりをしてくれたのは同じお部屋のガイド仲間なのよ。あ、そうか、ガイドさんか。それをまどかちゃんだと思っちまうなんて。俺も頭どうかしてるかな。いや、わざわざ来てもらって君にはすまないことしてしまったよ。いやいや、いいんだいいんだ。頭打ったおかげでな、大勢のまどかちゃんに会えたんだ。陽子さん、はるかさん、まどかちゃ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 ん、おい、まどかちゃん。しかし君はただのバスガイド、ただのブス、ただブス。はあ、私は本当のまどかなのに、何がブスよ。まったくしょうがないわね。どうします、まだ待ちますか。青山君を。何やってるんですか、あの人。おい、運転の方大丈夫か。うん、大丈夫大丈夫。もうね、すっかり頭も良くなったよ。主任さん、待って。何してるんですか、あなた。おい、どうしたんだ。いやいやいや、なんでもない。やっぱりまだおかしいのかな。まったく時間には遅れるし、騒ぎは引き起こす。後輩たちの前で恥ずかしいと思わないの。すいません。吉田さん。はい。今度の実習旅行で得た最大の教訓。はい。こんな先輩を絶対に見習わないこと。そう、よくできました。